に変わろう。行くぜ。見せてやる。何の拳を。戦闘中に奥義を発動すると行動力は消費します。時間が経つと自動的に回復します。草薙京の奥義続けてタップして草薙京の奥義2を発動です。うわっ、おりゃっ、うわっ、おりゃ、土器がマックスになりました。スライドして最終決戦の音を食らわせてやりましょう。あんたじゃ燃えねえな。奪われた招待状を取り戻すためにベニマルを追いましょう。レディーゴー。いよいよベニマルと勝負です。大冒険。レディーゴー。ベニマルをタップして奥義を発動し、続けてタップしてパーフェクトコンボを狙いましょう。ヘア！真空片手ゴマ！
へい雷光剣。ベニマルをタップして反撃開始。ベニマルをタップです。コンボをつなげてパーフェクトを狙いましょう。あんたじゃ燃えねえな。ガチャをタップして新しい格闘家をチームに招待しましょう。行くぜ、かわいこちゃん。 I love you。 大貢献。おめでとうございます。新しい仲間が加わりました。一括編成をタップすると自動で格闘家を配置してチームを編成することができます。ステージに戻ってステージをタップしてすごい勢いでやってきた八神伊織に挨拶をしましょう。レディーゴー。ヘアヘイ真空片手ごま。くれは終わりだ。叫べ。そして死ね。ふっ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 。叫びは終わりだ。叫べ。そして死ね。おめでとうございます。格闘家をタップしてください。かけらが集まると新しい格闘家を合成することができます。進化では進化には必要な数の宝石を揃えて進化をタップすると格闘家を進化することができます。素材が足りなければメインストーリーで集めることができます。